全て投げ出して
体に電気の負荷をかけ、潜在能力の限界すら超越する動きを強制する技である。キルアはこれを性質上大きく2つに分けた。自分の意思で肉体を操作する電光石火と、相手の動きに反応して自動的に肉体が働く疾風陣雷。先の戦いで敵のダーツを止めた動きがまさに後者である。あらかじめプログラムした攻撃が敵の害を示すオーラの揺らぎに反応する。脳の命令を省き、反射のみで繰り出される限界を超越した攻撃は容易に敵の肉体の動きを追い越した。一体これはどういうことだ。総合的な力で言えばどいつもこいつも確実に俺の10分の1以下なのに、わからねえ、手も足も出ねえ。疾風陣雷、やべえな。ちょっと面白くなってきたぜ。苦戦を楽しむなんざ爆発前の俺なら考えられねえな。ここでの心境の変化が信じがたい選択へとユピーを誘うが、まだ後のことである。敵背後から現れし観音が、有無を言わさぬ慈愛の勝意でもって対象を優しく包み込む。ネテロの渾身の全オーラを目もくらむ恒星のごとき光弾に変え打ち放つ。無慈悲の方向である。Thank you.